演舞開演。どうも、本日はこちら三重県の松阪牛ビーフカレーを食べたいと思います。杉本という会社が発売した、あの松阪牛が、名前は聞いたことありますが、まあもちろん名前しか聞いたことないんですけどね。それがこんなに簡単に食べられるものなんでしょうか。こちらがその中身ですね。このまま温められるようです。というわけで温めていきますので少々お待ちください。温まりました。ではかけて、では出していきたいと思います。カレーの色が濃厚そうですね。もうすごいです。お肉もしっかり角張って入っています。お肉なのかな、これ。あ、こっちがお肉かな。まあとにかく食べてみます。いただきます。これが最高級和牛。辛さは全体的にまろやかで、辛いのが苦手な方やお子様にも食べやすい辛さになっています。そこにお肉の旨味がうまく染み込んでいて、具材の歯ごたえもあり、お肉の美味しさはもちろんのこと、じゃがいもや人参も噛み応えがちょっとあって美味しくて、旨味をいっぱいに感じることができて美味しかったです。松阪牛がこんな簡単に食べられるなんて未だに信じられません。でもこの歯パッケージがそれを証明しています。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。